はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のテーマはですね、見本ができないコーチはどうしたらいいのということでお話をしていきます。えー、と指導者の方がね、ご覧になっていると思うので、えー、何らかあなたのお役に立てば嬉しいなと思います。えー、まず1つお便りを紹介させてください。えー、と先日ですね、こういったあの質問をお受けしました、えー。ミニバスのコーチをしています。プレイの見本を見せた方がいいとは思いますが、 私が素人なのでうまくできません。どうしたらいいのでしょうかという質問ですね。これをくださった質問者さん、本当にありがとうございます。私はですねあの、無料のメルマガ講座というのをやっていて、指導者の方向けにですね、チーム作りについて一緒に学ぶようなメールを配信する仕組みをですね、作ってるんですね。もしよかったらあの動画の説明欄にそのメルマガありますので、この機会に登録していただければと思うんですが、その中でこうやり取りをするコーナーがあって、 えーまあ、日本中からですね本当、もうほんと毎日あのいろんな質問をお寄せいただいています、でそういう質問を受けると、私自身も考えるので学びになりますし、本当にありがたいなと思っています。 で本題に入ってですねこの質問なんですけれども、これ、皆さんどうですか、ありませんか、私はね、結構あります、私もプレーがそんなうまい方じゃないので、こういう見本を見せたいんだけれども、なかなか自分では体が思うように動かないと、私はまあバスケットだけじゃなくて、サッカーとかバレーボールとかね、そういう他の種目も教える体育の教員なんで、そういう時にですね、やっぱり見本を自分は専門じゃないから、できないんですよね、う。ん でそんな時にどうしたらいいかなというふうに考えた時に、まに、あ、私自身が、えー、思う結論はやっぱりもううまい子に見本をしてもらうもうこれですねもうこれが一番かなというふうに思いますで見本を見せるっていうことはすっごく大事で特に個人技術に関してはね口だけでこう言うんじゃなくて、えーまあ、それも必要かもしれませんけど実際に自分がこうやってみてこういうふうにやるんだよっていうふうに見せてそれを真似させるっていう学習がいいですよね 特に年齢がこう低ければ低いほど、うん、高校より中学生中学生よりミニっていう風に年齢が低ければ低いほどやっぱりあのこっちがやってあげることで身につくものってあると思うので見本を見せるってすごい大事だと思いますでそれで、えー、と私なりの結論はもううまい子に見本をしてもらうっていうここに尽きると思うんですね うん、でこれをねあの指導者の方の中にはこう恥ずかしいことだって思われている方がいらっしゃるようですが、まあ、私個人はそんなことなくて先生はできないんで一緒に、ね、むしろみんなと一緒にこう練習していきたいと思ってるっていうスタンスで日頃から接していれば全然なんか問題ないかなという,ふうに思ってます。でうまい子がいて1つの技術がうまい子がいてその子にちょっと技術をやってもらうとでみんなに座って見てもらうとで上手だね、ありがとうって拍手ってやると。 全体の雰囲気も良くなるし、その子も嬉しいっていう、まあ、いいことしかないかなというふうに思うんですね。で、こっからがこう大事なことなんですが、指導者の役割はじゃあ何かっていうと、なぜ上手いのかを解説することですね。ここを見抜くっていうことがすごく大事です。で、これは競技歴とか、あのー、現役の時に、 あなたが上手かった、下手だったとか、あなたがね、えー、運動能力あるとかないとかって関係なくて、これはもう指導者の努力でいくらでもできるところなんですね。例えば具体例を挙げた方が分かりやすいと思うので、チェストパスの話をしたいと思うんですけど、チェストパスね、一番基本的なパス。あれがどうもうまくない子がいるとするじゃないですか。で、どうもうまいなと思える子がいるとするじゃないですか。この2人が。で、ここの2人っていうのは差があるわけですよ、何らかね。っていうことは、その差が 曖昧じゃなくて、はっきりしていて、これこれこうすればうまいチェストバスが出せるって、生徒が分かればみんな上手くなるわけですよね。もう一回言いますね。う、え、ま、ー、い子と下手な子のその差がはっきり分かれば誰でも上手くなれるわけですよね。だからそこの解説をしてあげるのが指導者の役割かなと思っていて、チェストバスでね、うまあ、上手い子がいるのあの子のチェストバスはどうも上手いな、こっちの子はそんなに上手くないな、二つの差は何かなって、まず注意深く観察をします。で どうやらボールが綺麗に回転してる人をうまいなって私は思う。そんな風に発見したとしますよね。どうもうまい子ってのはボールが回転してるなと。したらさらにもう一段階深掘りをして、じゃあボールが回転してるのはなぜだろうって考えて、それまた注意深く見る。そうすると、人差し指と親指の向きが、人差し指が進行方向、親指が下向いてる、こういう手の動きになっているときにちゃんと回転してるということが分かったとしますよね。うん まあ私がね、体育の授業なんかで、中学生とかに教えたりするときは、チェストパスっていうのはう、ね、親指が牛の乳絞りだぞ、なんてね、あの牛の乳絞りだぞ、なんていうふうに教えるんですけど、まあ、そんな言葉を使ったりして、どうやらこういう手の返しができると、ボールがにスピンがあって、ボールのスピンがあるといいパスになるっていうことをあなたが発見してあげるんですね、うん。で、それでうまい子を呼んで、ちょっと何々さんチェストパスやってみてっていうふうにしてやるじゃないですか。 そしたら、えー、上手だよね何がいいかっていうとちょっとやっててって言ってやっててもらってこのまずボール皆さん見てくださいってねやっててもらってでボールが回転してますよねなんで,で回転するか分かる人いますかとかっていうふうなそのやり取りをしながらこのなぜうまいかっていうのを解説してあげる日本は生徒にやらせる。 ね、生徒にやってもらう。で、解説をしてあげる。こういうのがいいかなと思います。で、た、え、い、ー、ね、見抜くコツとしては、もう重心の移動、重心が前なのか後ろなのかとか、右なのか左なのかとか、重心がどこにあるかっていうのと、あと、ボールに関しては指がどこから離れてるか、指がどうなってるかっていうところを見れば、だいたい技術の原因は見抜けます。これはもう訓練です。私はね、えー、ともうずっとバスケットの指導者やってるので、 もうまい、下手、どこか何かってパッと分かります。はっきり言って。だから、そこをね、よく見る。だいたい重心の移動か指のタッチがどうなってるかっていうところだけ見れば、だいたい分かるんで、その辺をよく見てですね、うまいとこと下手な子の差を、やっぱこれをですね、ああ見抜いてあげる。だから、うまい子に見本はしてもらうんだけど、なぜうまいかを解説してあげるっていうところに指導者はですね、自分の。 まあ存在価値っていうかそういうのを見出して言ってあげるといいのかなと。まあ、必ずしもあなた自身がうまく見本をやらなくてもいいのかなというふうに思います。でさらに私がよくやるのは、下手なお手本を私がやるってことですね。これやります。で、わかってないと下手な人の真似ってできないんですよ。うま、ん、い子って下手な子の真似ってうまいんですよ。<laughs> ちょっとね、えっと、変な話ですけど、うまい子っていうのは何をやったら下手になるかがわかるんで、下手なお手本ってうまいんですよ。で、あのー、 うまい子にこう見本をしてもらって、じゃあ逆にね、下手な子の見本を見せると、まあ、はっきりは違いが分かるんで分かりやすいんですけど、下手なお手本やってみてっていうと、やっぱり子供も傷つくじゃないですか。だから、下手なお手本は私がやるんですね。わざと変なあの、テストパスだったら回転のかからない変なパスをしたり、そういうことをして、えー、まあこれは下手だよね。で、何々さんがやってるのうまいよね。だからこういう違いがあるよっていうことを解説をしてあげるっていうのが指導者の役割かなというふうに思います。うん。 でえまあ、そういう中でねやっぱりお互いにこう教え合う雰囲気っていうのが生徒同士で出てくるといいですよね。で私が昔読んだ、えー、とアメリカの指導書の中でですねこういう言葉があって私のチームには12人のアシスタントコーチがいますって書いてあるんですね。12人のシューティングアシスタントコーチがシューティングだけに特化したアシスタントコーチがいますって書いてあってえっと思ったんですよ。そんないくらアメリカのチームといえどね12人もスタッフいるってすごいな高校,の高校のチームで,で読み進めていくと 要するに、こういうことをやってると。今、私が言ったように、うまい子の手本を見せて、ねで、それを解説してあげて、なんなら下手な子の手本はコーチである私がやって、で教え合う雰囲気を作る,作ることがまず大事だと。そうすると、2人1組のシューティングとかってやるときも、教え合う、もうちょっと肘越した方がいいと思うよとかね、回転がちょっと変だよとかって、お互いに言ってあげて、まあ、あわかったわかったありがとうっていう感じでシューティングをすると、もう全員がコーチになると。 でこれほど効率のいいことはないから、まずその文化を根付かせなさいみたいに書いてあったのがあって、ああ、すごいいいなーっていうふうに思ったのを覚えています。まあ、12人っていうのはアメリカの高校って、あのまあ、そういう人数制限があるっていうところの意味だと思うんですけど、まあ、要するに部員全員がアシスタントコーチになっているということですよね。まあ、こんなまあ雰囲気作れたらいいなというふうに私も思っていますし、ちょっとね、そんな意味で、えーまあ、あなたの参考になって れば嬉しいいいなとううふうに思います、まあ、今日のテーマはね、えー、コーチが見本を見せられない場合はどうしたらいいか、私らりの結論は、うまい子に見本をやってもらえばいいと。で、そのなぜうまいかをあなたが解説してあげられるようになるといいんじゃないかなというお話です。はい、えー、ありがとうございました、えー。このチャンネルはいつもこのような感じでですね、えー、バスケットボールの悩み解決 にななるようなお話を指導者目線でさせてていいいただいていますもし何らかあなたのお役に立てばですね、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですし、チャンネル登録をして、このバスケの大学に入学をしてください。そして冒頭でもお話ししましたけども、メルマガ講座というものも無料でやってますので、もしよかったら登録してください。現在登録していただくと無料の特典教材をプレゼントしています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。